う、赤い。そのまま小読みは電車に吹き、嘘。携帯電話に着信があったのは水曜日の夜のことだった。この番号を探すのは少し苦労しましたよ。生徒会長のものだ。今から会えますか？だって今日は。しぐれ君は学校に来なくなってしまいましたからね。とても心配している間に水曜日が来てしまいました。ねえ、しぐれ君、あなたは。え？その言葉を聞かされたとき、俺は電話を取り落としそうになった。待っています。今の私からあなたに伝えられるのはそれだけですから。チア先輩は二人いる。チア、いや、生徒会長が電話口で言った、語った言葉、あなたは見えているんでしょ？もう一人の自分が。もう、新しいアナザーお化けがいたんだけど、そこに。僕のね、視力が良ければね。視力が良くなかったから、なんかよくわかんないもじゃもじゃがいただけかもしれない。もうやめておく、そう。まさかと思ってたけど、まさか本当に、自分家にもやってくるとはね、よくわからない謎の、ね。この曲はまだいいね。俺なんか、ゴーストバスターズのイントロ思い出したらなんか全然。てん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 アレンジしてどうこうなるような状況ではない。何もう一人の自分ってもう。ああ、もう。俺を見つめている。もう一人の自分。え、何もう一人の自分じゃないじゃん。え、もしかして主人公ってあんななんか黒いもじゃもじゃの、なのいつも。縦長の。小読みちゃんもなんか僕たちが見てる小読みちゃん、僕たちから見て小読みちゃんはなんか普通の人間だけど、本当は髪の長いくしゃくしゃなの、本当に。16ビットオーバーキャネティじゃん。もうなんだこれ、ビクビクする。こんなの自分じゃなーい。歳や顔。体格、たとえ違う性別でも全く別の姿、形でも自分だとはっきり分かる。もうわけわかんない。どういうことだ！言ってんのかな？ドッペルゲンガーについて語ったことだ。自分のようで自分でないもの。それはとても恐ろしく。この BGM マジでいいんだよね。だんだんなんか可愛らしいなんかベルの音が流れてくるから。捉えていなかった。捉えてなかったんだ。だけど電話口の生徒会長は、やっぱり彼女にもいるのか。だとすると水曜日の夜に、今日待っているのは、チア先輩でなく生徒会長、もう一人の方。もうどういうこと、どういうこと？ドッペルゲンガーは人間ではあるし人間でない可能性もあるってこと。いろんなことが起き出すのを感じた。こんなに笑顔でも夜中に会うのは
初めてですねってこう、こんななんかにこやかでも、こういう BGM 流れるのかい。もういつ、いつなんか、新たなるドッペルゲンガーが現れても怖くない。あの、怖くないじゃない。怖くないというか、おかしくない。怖いは怖いよ。今ね、マイク片手に持ってこう、その片手がすごい汗びっしょりになってる。そしてあんたをこれからどう呼べばいいのか。あー、ちょっと顔が怖いわ。生徒会長。あ、やばい。名前が生徒会長になってる。千代先輩。千代って書いてたね、これ、前まで。いや、どうしよう。これ急に、この生徒会長が、なんか、得体の知れない、なんか、化け物になったらどうするよ、それは。生徒会長。そう呼んだ。どういうことだ、一体。名前あったんじゃないのか。どういうことだ、一体。名前で呼んでもらえないのは少し、おー、そうだよ。名前で呼んでくれよ。もうドッペルゲンガーでいいよ、なんでも。人間だったらいいよ、本当に。なんでもいいっすよ、本当に。あなたのことをドッペルゲンガー、もう一人の自分と呼んでいた。え、こっちがドッペルゲンガー？一体、何者なんだ？そういうシグレ君こそ。もうなんでこんな笑顔なの、こんな。怖い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 。そして耳元に、おお、まさかの耳で囁くという、なんか催眠音声みたいな。私には見えてるんですよ、もう一人のしぐれくんが。マジか。ああ、やめろ。やめろ、マジで。そう。恐ろしいのは、殺人鬼でも、幽霊でもない。なんだ。自分自身と呼ばれる。確かにな。あれが自分ですとか言われたら、なんかよくわからないのが、ひじきの染色体みたいなのが出てきて、ひじきの染色体の集合体みたいなのが出てきて、見てくれ、君。あれが君なんだよって言われたらどうする。あのね、しぐれくん、こみちゃんは7人目としてカウントされてない。何、ゴーストバスターズ、エンドレスイントロゴーストバスターズ。いや、呪いに疲れてるのはあった。マジか。いや、まあまあ、この主人公呪いに疲れてるよね。なんか、ある意味。いろんなことするし。この時点の謎を追うだとか。もうある意味取り憑かれ、ある意味病気だと思う、この主人公。見えてるんでしょ？あれが。そうだとしたら一番危ない。自分のドッペルゲンガーが見えてたらアウトなのか。じゃあ、この生徒会長なるものは見えてても大丈夫。あ、まあ、この生徒会長は、もう、みんなから見えてるもんね。深入りするな。ほらね。そう。いろんな人間警告されてきたじゃないか。なぜ？千代は私のもう一人の自分です。あ、こっちが正規の方で。で、千代が、どっちがドッペルゲンガー？そして、あなたの前にしか彼女は、本当だ。しぐれくんは私の後ろを隠していた存在を覗いてしまったんですよ。じゃあその時点で、やめろ。これを、皆さん勘違いしないでください。これはね、ヤンデレじゃないですからね。やめろ。でもどうしてそんなに怖い顔をしているんですか。いや、それはこっちのセリフなんだけど。え？
彼女の腕が。え？で、伸びる。ああ、もう、びっくりした。いきなりなんか恐ろしい画像がなんか、いきなりびっくり系みたいな感じで出てきて、殺されるかと思った。あ！もう廊下にいるんだって、あいつが。なんで今そっちに行ったんだよ。しかもこのゲーム史上一番最も恐ろしい BGM が流れてるし。勘弁してよ、マジで。初めてだった。そしてまた。わかったわかった。アナザー自分ね。もう、なんなんだよ。なんだあの、ひじきの染色体の集合体も、ほんとに。勘弁しろよ、ほんとに。ごめんね、この。ノーリーおすすめ。俺は、違う。お前さんは俺、オイラじゃないって。よろよろと、不確かな足取りに逃げる自分、イエイ。俺は一体何から逃げているんだ。これはまるで、今までの、ああ、やばい、自殺するんじゃない。どうすんだよ、これ。こんな一本道のゲームでさ、なんて自殺者と同じ道を辿ってんだよ。もう終わりじゃん、それ。シグレ君！あ！今までどこに？これは、あの先輩だ。先輩の二つの赤だけが、赤だけ。あ、目は赤いってことね。そうだったの。もう一人は確か、え？だからもうこの人から見たら、自分がなんか本体で、あっちが偽物というかまあ、化け物みたいな方だったもんね。彼女は心を読んだ。内側に秘めた。あ、だから、言葉なんていらないのみたいな、なんかなんだったっけ？ドッペルじゃないや、なんだったっけ？タロットじゃない。なんか、なんとかって言うんだよね、こういうの。トロールか。自分のドッペルゲンガーとは一緒には出歩けないから。もしも出会ってしまったのなら、ああ、そう、え？そうだよね。え、でも自分のドッペルゲンガーには出会ってるんじゃない？この主人公は出会ってるんじゃない？あの、いや、あれをドッペルゲンガーと言いたくないけど、あの、ひじきの染色体の集合体みたいな。ふふ、震えているわね、しぐれくん。ドッペルゲンガー。二重の極み。もう一人の自分、それは影よ。あなたをしつこく追いかけて、そして追いつかれたが最後。しぐれくんを。え？まさかのグルメ、まさかのグルメ番組。美味しいものもびっくりだよ。自分で自分を食べる。今、この挿絵が映ってるから安心だよね。この状態であのドッペルゲンガーの絵は出てこないと思うから。だってこれ、サイズが違うのに、縮尺が。人を食い殺す。今まで餌食にされ、捕食された者たちの悲鳴。何から逃げていたか。あ、そっか。なんか何かから逃げるように死んでたんだよね。自殺なんだけれども、なんか例えば橋から飛び降りてもなんか道路を歩いたりとか。じゃああれ食い殺されてるところだったんだ。そして違うという三文字の意味も、最も一体何が見えていたのか。果たして自分だったのか。ああ、なんか違うって言ってたんだって、死んだ人たちに。この BGM にね、ちょっと、何か一大事あった後にこう、コーヒーブレイクみたいな。
しぐれくんを救えるのは私だけ。先輩、俺の両手首を。なんでよ、なんでまたこの BGM なんですか。これでまた、今、ホラー BGM レベル1だから。レベル2が、なんか、ゴーストバスターズのイントロ。エンドレスイントロオブゴーストバスターズで、です。レベル3が壊れかけたコールセンターの、ピッポ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 だから。まあ、ウルトラマン好きな人はなんかウルトラマンがゼットンに使ったウルトラ降臨。ウルトラ降臨じゃない、まあ、忘れちゃったけど、ウルトラリングか。あれで出す時の音声でもなんか想像してください。今、ホラーレベル1だから。2になったらやばい。3になったらもうおしまい。絶対なんかひじきの染色体の集合体が現れるから。何これ、指先を眺める。一本ずつ。少しだけ、剣にシワを寄せる。え？視線を俺の両目に移し、彼女は瞳を見つめるだけで体中をまさぐったのだ。スポンの右、左、後ろのポケット。少し反転、胸の位置。そこで、先輩を薄く吠える。そう。小弓さんから受け取ったのは胸ポケットにあるのね。何が？俺の思考を読むだけで探し当てる先輩。それは魔法としか、立てようのない。淡い銀色の中に赤く発光するライン。それは、丹麗な指輪だった。まさか。結婚するのか。俺以外の人間と。俺以外、結婚したのか。俺以外のドッペルゲンガーと。これがなかったら、小弓さんは7人目になれなかった。これがなかったから、小弓さんは7人目になれなかった。あ、そういうこと。結婚式。結婚式に来なかった。でもね。え、どういうこと？ふさわしくない。これは、右手の中指か。右手の中指ってどういう意味だったっけ？なんか指輪って意味あるよね。ちょっと調べてみようか。右手の方だ。右手中指。右手中指にはめる指輪には邪気を払う。あ、邪気を払うんだ。じゃあ上がってんのか、これ。邪気を払ってパワーを呼び込み、自分のものにすることができるそうなので、総合的な運気アップを狙う方にもおすすめです。また、直感力が冴え渡り、運気やパワーを味方につけることができるため、自分の思い描く結果に導くために効果的だ。ああ、すごい。白色。赤い光の輪は徐々にその半径を広げ、先輩の腕すべてを包み込むようだった。ねえ、しぐれくん。最後に私のわがままを叶えてほしいの。次に私にそっくりの、いいえ、私に出会ったら、私の本当の名前を呼んであげて。え、な、千代じゃないですか。最初からこうするつもりだった。だって、あの人の感情に気がついてしまったから。え？おい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 。どこに行くんだ？うん、ホラー映画とかでも、絶対にね、単独で行動しちゃダメなんだよ。ついていくべきなんだよ。おお、戻ってきた。本当に戻ってきた。指輪赤く、グレンの光を増し、その瞳また、これもしかして変身するんじゃない？何かに。リングを右手の中指にはめて、願いを叶えよう。シンクにも、なんかかっこいい言葉出てきたな。本当に変身するんじゃない？何かに。瞬きつきようとしていた。しぐれくん、え？最後にあなたの、私は、シア、え？千代先輩。周囲の闇から光を失せた。マジ。色素を奪われた黒は、急速にその色を薄め。まるでそれは、幽霊が蒸発するように、
ゆっくりと弾ける。ほ、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 ほ。あ、人の倒れる。やめろやめろやめろ。何が。ゾンビかゾンビ、もうな。妙に軽々しく、まるで彼女が一人分の重さしかないようだった。千代先輩、俺と出会った瞬間、その願いのまま、一人でこっそり、ひっそりとこの世から消えましたとさ、めでたしめでたし。もうこれでエンディングにしようぜ。